どうもこんにちは、タケです。ケです。今日はベラボーに暑いね。ベラボーに暑いね。こんな暑いとね、もう裸になってね、浮き輪を使ってね、下っていきたい。絶対流されるこれ。流される、それがいい。だがそれがいい。だがそれがいい。溺れなければいい。そういう問題か。そういう問題ないな。危ねえ。危ねえな。ということでね、今回も前回に引き続き、やっぱ岐阜の川といったら鮎ってことでね、鮎といえばやっぱ塩焼き。塩焼き、うん、それがベストでしょ。それ ねやっていこうかなって。うん、ほんとね、鮎、うん、といえばね、串で刺してやるもんじゃないですか。串に刺してね、いろりとかに刺してね、こう焼いていくやつね。そうそう、岐阜、うん、といえば伝統でもね、薪がないんですよ。薪がなくて、串もなくて、串もなくて、終わってる終わってる。いや、あの理想のやつができねえ。できねえ。今日はもう網の上でやろう。やろう、もうダイレクトね。ダイレクトね。網の上で置いて、塩焼きね。塩焼き。やっていきましょうか。やっていきましょう。それでは、レッツゴー。よし、じゃあね、前回の続きってことでね、残った炭でちょうどいいよね。ちょうどいいよね。うん、塩焼きはこのぐらいで。うん、あんまり量って焦げてますね。そう、じっくりやるのがいいからね。と、うん、いうことでね、こんだけ鮎いっぱい取れましたって嘘嘘。ちゃんと買ってきたよ。焼いていこうか。焼いていこう。もう今回はね、内臓とか取らなくていいから、もうそのまま行こう。行こう。で、焦げちゃうから、なるべく端の方にね。こういうところ。じっくりじっくり。そう、じっくり。したら軽く塩をね、振っていこうか。もうちょっとでいいよね。ちょっといいな。本当さ、俺鮎の塩焼きってさ、うん、あのヒレんとこに塗るだけ、ね、化粧塩、化粧塩ね、あれが好きやけど、本当にかけたくないもん。塩辛くなるのが嫌だから。そうだね。うん、鮎はさ、本来のあっさりとした味がね、うん、味わいたいから香りを倒すんだ。そうそうそう、もうこんだけでいい。ほんと今日は軽く、あとはじっくり様子見ながら焼いていこう。焼いていこう。じゃあせっかくだしね、ちょっと軽くスープみたいの作ろうか。ど真ん中が一番あったかいから、ここならできるでしょ。ここならできる。ほんとちょっとでいい。じゃあ水入れたらネギダイレクトでもういこう。切れねえ。切れねえ。もう手や。手か。まあ、結構ね、野菜って手でちぎった方が味しみたりするからね。そうだね。玉ねぎもなんか適当に。ちょっとでいいよね。さっきね、これ買ってきたんですよ。あごだし。おお、珍しい。これスープにいいでしょ。いいでしょ。ちょっとだけね、小さじ1ぐらいかな。醤油も少し、料理酒も少し。最後ね、塩コショウで味整えて、よし、あとじっくり待とう。じっくり待とう。いやー、テント欲しいよね。欲しいね。まあ、暇焼けばね、めっちゃ超いいやつ。うん、あるよね、いっぱい。いやもうね、あれはね、期待だって魅了される、うん、ちょっと高いけどね。まあ、ちょっと高いけど物がいいよね。物がいい。いや、暇焼にさ、誰もが魅了されるテントがあるマジで。マジで10万のテントより、あの俺が魅了したテント、まあ約5万ぐらいかな、5万前後、うん、5万前後なんやけど、10万のテントより衰えない。よかった。結構マジで見えかった。そう。欲しいね。欲しい。いや、俺の夢は、うん、テントを買う、うん、家具を置く、家具を置く、冷蔵庫を置く、コンロ、コンロ、コンロ、
テーブルコンロ。テーブルコンロ。うん。まあ、あとは、さあな、まあ、扇風機とか。うん。まあ、電化製品は扇風機。音楽聴く。レコード？レコードとか。レコードとか。あと何やろな。完全に移住計画だね。そう。もう住む気満々やね。そう。俺のマイホーム。マイホーム。マイホーム。365日24時間、ずっとそこのテントなんです。やばい。やばい。で、だったらいずれか、最強のバッテリー買って、あエアコンを設置する。やば。ベイラやべえ。そう、できるか。まあ、できなくはないけど。できなくない。あ、ホットクーラーとかだったらいけるんだね。あー、そうや。ホットクーラーだったらな、もうそのパターンだったらさ、うん、絶対いい感じに過ごせる。うん、夏でも。ね。どうすか、いいよね、全部いいよね。欲しいわ。家から、おさらばして、テントにさらば。やば。どっかの民族みたいな。そうそうそう。夜は、電気つけなくて、電気つけずに、もう、焚き火だけ。焚き火の光か。焚き火の光だけ。いいよね。癒されるもんね。そう。焚き火って。癒されるですね。うん。あー、てかめっちゃいい匂いしてるけど。めっちゃいい匂いしてる。どうなったかな。そろそろどうかな。いいかな。うわ。じっくり。じっくり焼いてね。ああ、じゃあ。こいつもいい感じだね。うん。いい色になってきた。もう食べれるかな。食べていこう。では、焼けました。焼けました。いただきます。いただきます。やっぱ、アユはこのままがいいよね。そうだね。うん、ヒレだけ取って。ヒレだけ取って、かぶりつく。どう？あ、うめえ。うめえ。うめえ。うん。どっから行こうかな。いいわ。どうたつみよう。ほのかな苦みがあって、うん、淡白で美味しい。美味しい。アユだね。アユ。やっぱこれがアユだね。内臓つけたままだからね。うん、このほのかな苦みがまた美味しいんだよね。美味しいね。うん、あーうまい。またこの海の魚とかと違ってね、川魚ってすごいなんかあっさりしてね、うんうん、食べやすいよね。めちゃくちゃ好きだわ川魚。あの何匹でもいけるわ。うん。まあそんな脂っこくないしね。うん、まあ皆さんもね、岐阜来る機会あったらね、アユ有名なんでね、絶対食べてください。うん、食べてください。間違いないから。うまいから。うまいから。ついでに作ったスープ。家に深すぎて。どうかな、アゴ出汁のスープ。あー、アゴ出汁めっちゃいい。聞いとる。うん、うん、すでーん、あちゃ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 、熱い、すくる。熱っ。どうや、これがお箸。なるほどね。完璧やろ。こうか。これならいけるな。これならいけるわ。うん。うん。うめえ。うめえな。おーい、マスター。熱燗一本。へい、お客様お待ち。優しい麦茶。茶やねえか。とんだ茶番やな。とんだ茶番やな。日本酒とかに入れてさ、アユ酒やりたい。あー、いいね。うん、はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今回もね、
やっぱ岐阜といえば川、川といえば川魚ってことでね、うん、鮎をシンプルに塩焼きにしましたけど、やっぱ塩焼きがいいな。そうやな、うまいわ。うまいわ、シンプルうまいし、やっぱかぶりつくことによってね、そう、美味しさが増すね。うん、このガブってね、ガブってね、うん、皆さんもね、岐阜に来る機会があったらもう絶対おすすめなんで、鮎、鮎は絶対食べて、ほっとり食べて、うん、食べてほしい。岐阜の名産だから。うん、郡上の天然の鮎はちょっと割高だけど、まあ食べるね。価値は、価値はある。専門のお店とかあるからね、うん、鮎料理のね。そう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 、もし来る機会があれば試してみてください。試してみてください。ということで今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。鮎の塩焼き食べたいな、やってみたいなと思った方は高評価と、高評価とチャンネル登録、チャンネル登録、あとコメントもね、コメントもね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。また見てね、バイバイ。また見てね、バイバイ。